J-WAVE ラジオドーナツ、ここからの時間はアーツカンシル東京クリエイティブファイル。アーツカンシル東京のさまざまなプログラムの中からラジドリスナーの好奇心をくすぐるイベント展覧会などをご紹介していきます。はい、今週はアーツカンシル東京森隆一郎さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ森さん、今日はどんなテーマで、はい、ございましょうか。あの、まあ、豆知識だということなので今日のテーマが、そうですよ、はい、アートの豆知識ということで、2月はですね、実はメディアアートフェスティバルだらけなんですけども、ということでタイトルも2月はメディアアートフェスティバルだらけだって知ってた？同じこと2回言いました今、ね、大事なので、はい、そうなんですか。2月ってそんな月なんだ、はい、知らなかったです。で例えばどれぐらいある？ですね、まあ、大きいのが4つあります、はいはい、でしかも同じ日に始まる。おお、うん、そうなんですね。じゃあまず順番に行きましょうか。はい、そうですね。はい、はい、まず一つ目はですね、メディアアンビション東京、はいはい、それからデジタルショック、うん、そしてミーカ、この3つなんですけども、はい、ちょっと総合乗り入れしてるプログラムが多くて、お、多分参加してる人は今どのフェスティバルにいるのかちょっと分かんないんじゃないかっていうぐらい。本来は一応別の企画なんですけれども、はい、乗り入れしてると。そうなんです、うん、メインそれぞれもちろんメインがあるんですけどね、はいはい、でこのメディアアンビション東京はここ六本木ヒルズを中心に開催されるものです、はい、うん、で次のデジタルショック、こちらはあの飯田橋のアンスティティフランセ、言えましたね今ね、はい、アンスティティフランセを中心に開催する催しで、はい、この2つはこれまでも開催されてきております。そういうアートフェスティバル、そうですね、はい、メディアアート、そして、今年また新しく始まるんですけれども、これがミーカって言います、はいはい、メディアアートとアジア、メディアアートとアジア、アジア、はい、の、なんか頭文字をちょっとずつ取るとミーカってなるんですけども、 MECA ですね、はい、ミーカ、ミーカ、はいはい、こちらはデジタルテクノロジーの創造性をアート、音楽、教育などから見つめる日本初の総合イベントと歌っています、はいはい、まあ、あの展示だけじゃなくてワークショップとかいろんな会議とかもあるということだと思うんですけれども、うん、こちらは会場が表参道ヒルズ、ラフォーレミュージアム原宿などの面原エリアということで、まあ、六本木ですとか飯田橋ですとか、はい、青山原宿などで行われると、ね、まず3つそれがあります、ありますと、はい、そして今度恵比寿映像祭ですね。まあ、恵比寿映像祭はさすがに私も、はい、そうですね、存じ上げております。ありがとうございます、はい、今年で10年目、うん、私どもが主催しているイベントでございます。でこちらはテーマがインビジブルというテーマです、うん、で、あの恵比寿にある写真美術館をメイン会場にガーデンプレイスや日仏会館で開催する映像フェスティバルです、はい、展示とそれからまあ映画のホールですね、ホールで見る上映のイベントがあります、うん、まあ、何から見ていいかわからないという方がね、これはね結構盛りだくさんですからね、恵比寿映像祭は多いんで、うん、あのまあ、そういう初心者のためのガイドツアーっていうのがありますので、はい、もうここに参加していただくのがよろしいんじゃないかと思っております。ガイドツアー、はい、2月の12日月曜日の祝日ですね、それから18日の日曜日午前11時半から90分間結構まあたっぷりしてると思いますけれども、うん、はい、こちらにぜひご参加いただきたいなと思っております。そうすると恵比寿映像祭の、まあ、楽しみ方をガイドしてくれる、はい、そうですね、はい、まあ、それいいですね、はい、うん、他にも英語のツアーとかもあるんですけれども、まあ、詳しくはウェブサイトなどでご覧ください、はい、今ねタイトルが4つ出てきましたけれども、はい、この、メディアアートフェスティバルそれぞれ同時にスタート。そうなんですよ、うん、あの全て来週の金曜日2月9日から始まるんですね、はい、おー、はい、まあ、連休、そうですね、直前ということも、はい、3連休がありますのであるかもしれないですね、はい、うん、この3連休メディアアートフェスティバル巡っていただけるといいのじゃないかしらと。忙しくなりそうですね、そして、ここまではフェスティバルだったんですけども、はい、もう一つ、紹介したいなと思っておりまして、 J-WAVE には、まあ、こういうイベントを楽しむ方の皆さんだけではなくて、まあ、どちらかというと作ってる方もよく聞いてらっしゃると思います、うん、はい、そうかもしれません、はい、最後はそんなクリエイティブな皆様にぜひお越しいただきたいシンポジウムがありますので、こちらをご紹介します、はいはい、第2回メディアアート国際シンポジウム、アート&テクノロジー創造教育アーカイブのためにですね、創造はクリエイティブですね、はいはい、これは国際シンポジウムなんですね、はい、海外、そうなんです、の方もいらっしゃる、はい、あのゲストがですね、アメリカ、フランス、フィリピン、インドネシア、うん、そして日本と、
へー、はい、具体的にはどういう方がどういう話をされるんでしょうか。ですよね、日本の方をまず紹介しようと思うんですけれども、うん、山口県の山口情報芸術センターっていう、結構先進的な公立施設がありまして、はい、こちらでエデュケーターワークショップなんかで、指導する方ですよね、菅沼清さんという方がまずご登壇されます、はい、そしてもう一人はアーティストで、世界的なメディアアートの祭典オーストリアで行われているアルスエレクトロニカっていうのがあるんですが、こちらで何度も受賞している、日本人のアーティストユニットがいます、エキソニモ、でそのエキソニモから赤岩八重さんがご登壇されます。これでもその皆さんでどんなことをお話になるんでしょう、それぞれの事例発表が中心になるかと思うんですけれども、はい、その事例の中でエキソニモさんが多分ラジドリスナーさんがツボなあの催しをやってまして、はい、それがですねインターネット闇市っていうんですよ。インターネット闇市、はい、大丈夫か、なんだ何が出てくるかわからない的な、はい、何やってるんですか。そうなんですよ、で、一昨年東京で開催されてまして、そのアーカイブを見てみると売ってるものがちょっと変わっていて、はい、闇市ですから、マーケットではあるわけですね、はいはい、例えばボツツイート、ボツツイートどういうこと、ボツになったツイート、ボツになったツイートを売ってるんですね、売ってる買うのかって感じがします。いくらだ、ね、あとですね石以外売ってるんです、石、はいうんはい、普通の石なんですけど、はい、あまり別に変わった形とかじゃない、変わった形じゃない普通の石なんですけど、買うとあの 3D データもついてくるっていう、その石の、石の 3D データもそう同時に買う買える、あその辺に転がってる石の、なるほどねっていうかなんだそれそうですか、インターネット闇市、ね、これをエキソニモさん、そうエキソニモさんこういうことやられてるんです、これ、うん、なんと日本のこうローカルな催しじゃなくて、うん、世界中でやってるんですよ、広まってます、でも闇市っていう言葉で、はい、あちゃんと そこは日本語変えずにやってる、変えずにやってるんです。へ、何を広めようとしてるのかよく分からないんですけれども、分かり、ね、でもまあそうい こうインターネット時代のね、はい、そうですね、コミュニケーションとアートの在り方みたいなもの、はい、多分いろいろ実験されてるんでしょうね。そうなんです、その話もシンポジウムで聞かれるかもしれない、決してふざけてるわけじゃないというあたりがあのきっと明らかになるかと思います。森さん、この、国際シンポジウム、はい、またのテクノロジーのじゃあスケジュールお願いします。そうですね、はいはい、2月11日日曜日の、午前10時半から16時まで行いますが、結構長いね、そうですね、隔離してます、うん、東京ウィメンズプラザ、あの青山ですね、はい、にございます、こちらで行います、はい、いや今日はねアートでしたね、うん、本当ですね、アート驚くためごろ言っちゃいましたね、もう全然わかんない人ごめんなさいということで今日はアーツカウンシル東京森さんにお話伺いました、ありがとうございました、ありがとうございました。